事態は月曜日になって与党の中からも矛盾の声が上がり始めました。本会議を日程、案件などを決める議員運営委員会で先ほど紹介した佐藤委員長が国会議員を20年やってきたがこんなことは初めてだと、自民党の議員ですが、あの委員会採決はあまりにもひどすぎる、これまでの国会人生にもなかったということを述べて与党側に強く注意したという異例の発言を行いました。そうであるならばあの委員会へ採決差し戻し、議論をもう一回やり直せ、このことを私たちは議員委員会でも強調しました。結果今日の本会議では TPP の採決は議案とはなっておりません。今日の採決とはならない見込みです。問題はその後ですが、じゃあ9日なるのか10日なるのか、それより先か、衆議院の本会議は定例日は次は木曜日となっています。ただ木曜日に何を議論するかは今述べたようにまだ何も決めておりません。文字通り戦いはこれからです。私たちは委員会へ差し戻せ、このようなことをさらに訴えていきたいと思います。あさって国会で、本会議で通そうという、これがまあ一般的に今新聞報道されてますけれども、これがを止めれば、この国会で、批准させるってことを止めることができる瀬戸際まで来てるんです。今なので国会議員各省庁の皆さん、今朝は何を食べてきましたか？朝食の中には日本のものと外国のもの、どちらの比率が多かったですか？もしかするとオール海外という方も少なくないのかもしれませんが、では質問です。正直に答えてください。ベトナム産の米とアメリカ産遺伝子組み換え大豆で作った味噌汁と、カナダ産豚のトンカツ、トンカツとニュージーランドの卵でとじたカツ丼と、北海道産米、北海道大豆で作った味噌の味噌汁と、薩摩黒豚のトンカツ、余市の自然卵でとじたカツ丼、お値段は若干国産の方が高いのですが、どちらが食べたいですか？もうこの国には農業をやれる人間はいないよ、だから海外に頼るしかないんだという言葉を何度か聞きました。違うんです。やりたくないからやらないのではないんです。食べていくのが大変だから、将来が見込めないから、自分の子供にはこんなに苦労させたくないと思って答え出してしまってるんです。だけどもしここにいる国会議員の一つ前の世代の方が農政というものに重きを置いてくれていたら、そんなことにはなれなかった。私たちは厳しい自然の中でも農業を続けたいんです。だって私たちの地元には都会にはない美しい山や川があり、毎日地元のものを食べ、贅沢はできなくても豊かに暮らせていたのですから。でもタラレバの話をしに来たんじゃないんです。政治家の皆さんのお父さんが進めてきた改革を今一度振り返っていただきたい。何か良くなったことってありますか？本当に食べたいものは何ですか？外交とかいろんなしがらみがあるのだとしても、守れるのはあなたである私なんです。この国の良さや残したいものを知っているのは外国系大企業の人たちじゃなくて私たちなんです。ご存知の通り、国会が本来なら、今日 TPP を本会議を通すという予定でしたけれども、皆さんの思いも通じて、今日は通らないことになりました。で今回、強行採決という形になっていますが、私もさまざまな形の強行採決をこれまでも見てきましたけれども、今回の TPP 特別委員会での強行採決は与党もびっくりするような前代未聞の強行採決です。私は35年前にこれを知ってですね、ああこれだと思って、いまだにそれを胸に強く持っているものです。あなたにも社会を変えることができる百箇条の第1条はですね、こうです。無力感を克服すること。そうだ、無力感を克服すること書いたんですよ。そうだ、ね、英語で Overcome the numbness、 Overcome the numbness と書いてありました。絶対に諦めないで、状況を人々の自由と平和と公正のためにね、そういう社会を次の世代のために作っていきたいと思います。